するセンサーです。モーターの異常が起こった時に異常な振動を察知した結果、こちらの変換器を通してこちらから飛ばすことになります。電流測定をしたい時にこちらについているクランプテスターを設けます。このクランプテスターから発せられた信号がこちらの変換器を通し、お隣にありますアルマジロを通ってデータが転送されます。もしもこのモーター、もしもこのポンプがブレた時に、故障を仕掛けた時に軸がシャフトがブレます。それをディテクトするためにこの振動センサーを設けさせていただきました。フッ酸肺液の縦管の流量を検出している超音波式の流量計でございます。こちらの変換器を介して飛ばす構成となっております。工場の蒸気配管を扱っております。 ACMR 室の内部です。1カメラ、2カメラ、3カメラがどんどん上がってまいりますし、かつ IoT を利用して省人化したいで、かつ省人化したいという思いと属人性も排除して、誰が見ても安定した工場運営ということを念頭において、この度 OC を開催させていただくこととしました。それによって随分管理コストも下がりましたし、何よりも生産工場の管理している人間のストレスが減ったことが大きなありがたい要因だと思っております。